この動画を見て中段蹴りをマスターしよう。今回は中段蹴りの蹴り方について説明します。プロの動画を参考に6種類の蹴り方について一緒に学んでいきましょう。まずはこの技です。この技は相手が中途半端に距離を詰めてきたときに有効な蹴り方です。狙うタイミングとしては駆け引きをしていて相手がステップインをしてきます。でここでその後、技を出してきた場合にはまだちょっと話は変わってくるんですが、ステップインした後何もせずにまたステップバックして後ろに戻るとき、このステップバックするタイミングに合わせて追いかけるように中段蹴りを蹴ります。選手はこう準備をしているときはやはりその蹴っても対応できるんですけど、前や後ろにこうステップしている最中に蹴りが来るとなかなかこの対応できないんですね。だからそのタイミングを狙います。で、練習方法としては相手にステップインステップアウトっていうのをやってもらって、そのステップアウトする瞬間に蹴りが決まるようなタイミングでこっちは、蹴りを出すという練習をします。ちょっと何回かやってみます。この技は相手の連続技に対するカウンターとして有効な、蹴り方です。まず、こっちの蹴り方を説明します。リズムで覚えましょう。まず1でバックステップします。2で前足を後ろに下げますと同時に抱え込みます。で3で蹴ります。つなげてやると1、2、3、1、2、3、こういう蹴り方です。実際に相手に合わせて蹴ってみたいと思います。まずはゆっくり、じゃあスピードをつけてやってみます。あーあー、この技はフェイントによって相手の反応を遅らせたいときに有効な蹴り方です。まず上段突きのフェイントを出します。その後に蹴りを出します。最初に上段突きのフェイントを出すことによって相手は上段をカバーします。手も上段に上がれますし意識も上段へ持っていかれます。なのでその後に来る蹴りに対しては反応が遅れてしまうんですね。これを有効に使って蹴ります。この技をする時のポイントは、最初のワンツーに対して相手はバックステップをします。なので最後の蹴りは下がった相手を追いかけるようにして距離の出る蹴り方をしなければいけません。そのためにはまず上段のワンツーの時点で前足にしっかり体重を乗せることが重要です。それによって前への推進力を出します。前への推進力を出して前足にしっかり体重を乗っけたら、そこから後ろ足を抱え込んでこの推進力の勢いに任せて足を遠くに出して蹴ります。なので相手がバックステップをしても届く蹴り方になります。一度やってみたいと思います。この技は密着状態からの攻撃として有効です。まずやり方を説明します。相手と密着状態になったら、まず大事なのは、蹴り足と、僕の場合右足で蹴るんですけど、蹴り足と同じ方の手、その相手の外側を取ってください。必ずそれで離れるときはもちろん自分がバックステップをするのもそうなんですが、相手を軽く押してください。あんまり強く押しすぎると、プッシングで反則が来るんですけども、
まあ、軽く押してください。この押すっていうのはもちろん距離を生むっていう意味もあるんですけど、もし押さずにただ下がってしまうと相手が攻撃できてしまうんですね。相手に攻撃できる余裕を持たせてしまうので、密着状態から離れるときは自分がバックステップをすると同時に軽く押してください。蹴るタイミングとしては左足を下げると同時に抱え込んで蹴ります。この時は袖を掴んでいていいです。一回流れでやってみます。この技は相手が中段突きを空振りしたときに有効な蹴り方です。まず中段突きを空振りさせるために誘うという行為が必要です。相手と対峙しているときに少しこちら、蹴る方がステップインだったり、こうちょっとこう上段突きを出す素振りを見せます。それによって相手に中段突きカウンターを出したいなと思わせます。でその次に、誘って相手が実際に中段突きを打ってきました。打ってきたときに軽くバックステップをします。すると相手は中段突きを空振りしたことになります。その後相手は、まあ、その後攻めてくるパターンもあるんですが、大抵の人は中段突きを空振りして引きますよね。この引くタイミングで追いかけて蹴ります。少し流れでやってみます。蹴る時の注意点としていくつかポイントを説明します。まずステップバックをするときに前足の付け根が伸びてしまうと、その後相手が下がって追いかけるときにこののけぞった体を前に持っていかなきゃいけないので、すごくモーションが大きくて、重心移動が大変になってしまいます。なので下がるときは前足の付け根を折ったまま軸を立てたままステップバックするようにしましょう。下がったときにここを折りすぎてお尻が出てしまうと、これもまたその後追いかけるときにモーションが大きくて重心を運ぶのが大変になってしまいます。なのでお尻も出さず前の足の付け根も伸ばすことなく、軸をまっすぐにしたままステップバックします。で追いかけて蹴ります。もう一つ最後のポイントとしては、ステップバックしたときに後ろ足を軽く曲げることが重要です。ステップバックした後にすぐ追いかけるので、後ろ足のためを作ることでその後しっかり蹴り出して前に移動することができます。この技は相手がガードをしていても決められる蹴り方です。本来、回し蹴りというとやはり横から大きく回して蹴る蹴り方を、まあ想像すると思いますし、やってる方が多いと思います。ただこの抱え込みの軌道を横からではなく縦軌道で抱え込みます。もちろん最後は、横に蹴るので腰を回すことによって足の甲と膝は横に向けるんですが、それ以前の抱え込みは、縦で抱え込みます。横から大きく回してくるのではなく抱え込みを縦に抱え込んで最後に腰を切って横に蹴り込むという蹴り方ですね。この軌道で蹴ると何がいいかというと、中段蹴りを蹴った時に相手が手でガードを、まあ、したとします。その時にもし横から抱え込んで蹴ると本当に相手のお腹に対して真横から蹴りが入るので、まあ、腕の上に蹴りが当たってしまい、まあ、ガードされてしまいます。ですが相手の手があったとしても縦の軌道で蹴ることができれば蹴りが斜め下から入っていくので、しっかりお腹を蹴ることができてポイントにつながります。実際に縦の軌道で蹴ってこの相手の手の斜め下から蹴り込むような形で蹴ってみたいと思います。
そもそも中段蹴りがうまくいかない人のためにここで3つの基本的なポイントをおさらいしたいと思います。中段蹴りを蹴るときに大切な3つのポイント、1つ目は軸足になる方の足でしっかり踏み込みをすることです。前に蹴るときも今まで説明したみたいに後ろに下がって蹴るときも踏み込みをしっかりすることによって軸足に体重が乗り安定して蹴りを蹴ることができます。2つ目のポイントは抱え込みを縦の軌道で抱え込むことです。抱え込みを縦の軌道で抱え込むことによってメリットがたくさんあります。一つは横から回して蹴るよりも縦の軌道で蹴る方がモーションが小さいのでスピードも出ますし相手に反応されにくい蹴りを蹴ることができます。それから先ほど説明したように相手の構えがもし中段にあるとしても縦の軌道で蹴ることで斜め下から構えの斜め下から蹴りを差し込めることができるので相手の手があったとしてもポイントにつながりやすいです。3つ目のポイントは引き足です。蹴りを蹴った後蹴った足を後ろまで戻してくる必要はありませんが決めを作るためには膝下のスナップで素早く返す必要があります。なので蹴った後蹴りっぱなしで足をこう流すのではなくてポイントを3つおさらいします。1つ目はしっかり軸足で踏み込む、2つ目は縦の軌道で抱え込む、最後3つ目は蹴った後に膝下のスナップで素早く返してくる。この3つのポイントを押さえて中段蹴りを蹴りましょう。今日の動画は以上です。真似してみたいプロ選手の技があったらぜひコメントで教えてください。それからチャンネル登録と通知のオンもお願いします。よかったらこの2つの動画も見てください。